世界中を驚かせ、大勢の人々の怒りを買ったロシアのウクライナへの侵攻が始まったのは、2月24日だったよね。去年あたりからプーチン大統領はウクライナへの攻撃をほのめかす発言をしてはいたよな。まさか21世紀の今、こんな理不尽な行動がまかり通るとは思ってもいなかったよ。きっとみんなもそう感じていたんじゃないかな。そうだね。さて今回は、ハイマースで補給路断絶したことについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。開戦当初、突然のことになすすべもなくロシア軍の侵攻するままに国土を蹂躙されていたウクライナだったんだけど、ゼレンスキー大統領がテレグラム会見などで訴えた武器供与が始まり、それを駆使したウクライナ軍の奮闘によって、今やロシア軍の方が押され気味というニュースも聞こえてくるよね。それが本当なら、この戦争の終わりも見えてくるのかな?と儚い希望を抱いたりもするよね。そんな中、ウクライナ軍が南部エルソン市からクリミアへの鉄道を攻撃したという情報をキャッチしたよ。攻撃に使用したのは、今や世界的に知名度の上がった高機動ロケット砲システムハイマースと言われていて、ウクライナ軍が攻撃した鉄道だけど、ロシア軍が補給路として使用していたとされるから、ロシア軍の兵站にかなり影響が出たであろうと想像できるよね。つまり、食料や武器などの補給を断たれてしまったロシア軍が非常に苦しい状況にあるのではないかと推測できるってわけだな。こうなったら、1日も早くロシア軍が降参してくれればいいのにと思っちゃうよ。戦況について少し説明すると、ロシア軍が制圧のため、戦力を集中して攻撃していた東部ドンバス地方だけど、ルハンシク州はほぼ手中に収めたとされ、ドネツク州ではまだ戦線が膠着しているのでロシア軍の動きも停滞しているらしいんだ。北側ハルキウ州の州都でもあり、ウクライナ第二の都市と言われるハルキウを守りきったウクライナ軍は、勢いを買ってロシア軍を国境方面にまで押し返したということだね。さらにヘルソン州のロシア軍だけど、ドニプロ川ロシア語ではドニエプル川を渡り、一時ムイコラーユ近郊まで肉薄したみたいなんだけど、ウクライナには西側諸国から供与された長射程ロケット砲や榴弾砲などの最新鋭兵器があったから、これらを使用し、ロシア軍をドニプロ川方向に押し戻しつつあると見られているよ。前述の通り、その高性能さと優れた戦果によって一躍有名になった高機動ロケット砲システムハイマースだけど、ゼレンスキー大統領の要請に応えたアメリカが供与した兵器となっているんだ。このハイマースのおかげで、ウクライナ軍はドニプロ川西岸に溶かしたロシア軍部隊後方の軍物資集積施設や補給路へ継続的に攻撃を行っているな。8月3日、ヘルソン州の州都ヘルソン市と、ロシアが実効支配しているクリミア半島を結ぶ重要な補給路になっている鉄道を攻撃し、破壊しており、この結果、鉄道は使用不能になったという事実をイギリス国防省が SNS 上で発表したよ。これだけではなく、前々日の8月1日、ヘルソン州ドニプロ川東岸のロシア支配下にある鉄道駅付近で、ロシア軍貨物列車を攻撃して破壊したとも言われているね。その他にもヘルソン市とドニプロ川東岸を結ぶアントニフスキー橋への攻撃を行い、通行不能にしていて、また、ドニプロ川東岸にも攻撃を仕掛け、兵站施設や補給路の破壊などを続けているんだって。このように、見くびっていたウクライナ軍が南部で攻勢を強めたことに、高をくくっていたロシア軍も慌てたようで、東部戦線に主力を置いていたんだけど、そこから部隊を移動させ、南部の防衛に当たらせていると伺えるよ。しかし、東部の部隊を動かしたことで、もともと進みが遅かった東部戦線の進撃が停滞し、ここでもウクライナ軍が反攻に転じる様子が見られるということなんだ。ウクライナからのロシア軍の動きに関する情報を少し紹介すると、8月9日、ドネツク州のキリレンコ知事は、ロシア軍が東部ドンバス地方の前線全体に激しい砲撃を仕掛けていると語り、ドネツク州内は相変わらず緊迫した状況が続き、ロシア軍の砲撃と空爆が止まらないが、その戦果は少なく、ドネツク州はロシア軍に制圧されていないとも発言したよ。またアレストビッチ大統領府長官顧問は東部ロシア軍は攻勢をかけようとしているがウクライナ軍は抑え込んでいる。我が軍がロシア軍を包囲する可能性さえある場所もある北東部のハルキウからドネツクに向かう我が軍は前進を続けていて、ロシアが占領していた町や村を奪還しながら北東部の要衝イジュームにまで迫っていると発表しているんだ。これらの発言を聞く限り、ウクライナ軍の反転攻勢に間違いはなく、ロシア軍が押されているというのも信憑性を感じられるところだな。8月3日にはウクライナ軍参謀本部がドネツク州の最新戦況を発表していて、北西部からバハムート市へ侵攻しようとしたロシア軍を、ウクライナ軍が押し戻したという報告がされているよ。詳しい内容は、ロシア軍がバフムートから 30km ほど離れた場所から攻撃を行ったものの進むことができず退却した。
バフムートを包囲しようと北方や東方からも進軍の動きがあるが、どの方向もロシア軍劣勢であるとし、現在も一部地域で交戦中ということだったんだ。バフムート以外にもドネツク州アウディーユカ市を攻略しようと動いたロシア軍に対して反撃し、多くの損害を与え、退却させたと報告しているみたい。ウクライナ国防省が発表したウクライナ軍の戦果だけど、2月24日の侵略開始以来、ロシア軍戦車1802両を破壊、4ヨロズ1900人以上のロシア軍兵士を殺害、4051台の軍用車両を破壊、他には軍機223機、ドローン744台を破壊したとしているよ。3238月8日のアメリカ国防総省のカール国防次官の記者会見での発言によると、ロシア軍の戦死者と戦傷者の合計数は7万人から8万人と推計されると述べ、プーチン大統領が開戦時に挙げた目標をロシア軍は何一つ達成できていないことを無視してはならないとも述べたんだ。また、ロシア軍は現在まで4000台近い装甲車両を失っていると思われるとも発表しているね。こういった事情を知ると、ウクライナの前線とロシアの苦戦が容易に想像できるよね。優勢に立ちつつあると推測されるが、それでもウクライナへの支援は継続されるようだな。アメリカ政府は10億ドル約1350億円規模の追加武器支援を行うと発表しているし、ハイマースの砲弾や地対空ミサイルシステムなどの追加供与を決定したようだね。この決定によって昨年1月にバイデン政権が発足して以降のウクライナへの武器支援総額は、約98億ドル約1兆3200億円の巨額に上るということが明らかになっているんだ。大金だね。国家予算の何パーセントを占めることになるんだろ。アメリカがウクライナへ支援するのはいいとして、予算の不足分を日本に要求してこないかと心配になるよな。邪推なら良いんだが。西側諸国の支援によってウクライナ軍が強くなったのは当然だけど、今までロシアに占領されていた地域で、パルチザンが活動を始めているというニュースもあると聞くし、それが本当なら、密かなゲリラ活動というわけで、思うようにいけばロシア軍には効果的だよね。まあ、パルチザンが実在して活動しているのならだけどな。実戦で追い詰められたロシアはソフト戦略とばかり、占領した東部や南部で形だけの住民投票を行うつもりらしいという噂があるよね。住民の意思ということで、この地域をロシアに編入させようと企んでいるんだろうし、数ヶ月前には9月頃実施を検討していると発表していたんだけど、ウクライナ軍反攻の強い気配を不安視したのか、8月中にも実施しようと動いたみたい。この住民投票の動きに対し、占領地のパルチザンが阻止計画を立てているということを明らかにした人物がいて、それはロシア軍が制圧した南部メリトポリで一時ロシア軍に拘束されていたイヴァン・フェドロフ市長その人なんだけど、この人はアメリカのニューズウィーク紙の電話取材に答えているんだ。市長によると、地元のパルチザンや特殊部隊、情報員は妨害行為を行っている。目的はザポリージャ州やヘルソン州でロシアに編入するか、東部ドンバス地方のドネツク州ルハンシク州と同じような、傀儡政権を設立させるのを阻止する活動を行っている、ということだったよ。また、8月中に住民投票を実施したいというロシアの野望は果たせないだろうともフェドロフ市長は主張したみたい。この主張には理由があり、7月から8月かけて2週間聞き取り調査を行ったらしいんだけど、対象はメリトポリの住民で、ロシアを支持するかどうかの調査だったんだ。結果は、現在メリトポリに残留している市民の中でロシア支持者は 10% 未満だったみたい。それだけでなく、ロシアはメリトポリ以外の南部占領地域でも東部のように住民の支持は得られていなくて、特にメリトポリでは旗色は非常に悪く、ロシアは占領地域支配を強固にするため、残留住民を弾圧し、恐怖を与えているというのが市長の言葉だったよ。住民投票についても通常の選挙のように、投票所を設置することはなく、担当係員兵士も同行する可能性ありが住宅を直接訪問し、お前はロシア人になりたいかと尋ねる方法を取るだろうと推理しているね。こういった方法なら、ロシアが嘘や脅しによって投票結果を自分たちに都合のいいように操作して、占領地域の独立を宣言させることができるだろうな。その上でロシアに併合するつもりだろうとまで踏み込んだ発言があったようだぜ。パルチザンの活動はこの不当な住民投票を阻止するためでもあると、彼らに期待していることも匂わせる発言をしたみたい。確かに個別訪問で銃を持ったロシア軍兵士が押しかけてきたと想像したら、生命の危険を感じるだろうしね。銃を向けられながらも嫌です。私はロシア人にはなりませんと拒絶できる人間はいないだろうな。言った途端、銃殺される可能性も皆無ではないんだから。ロシアが計画している住民投票の結果を国際社会が認めることはありえないだろうけど、それまでにウクライナにしろ、ロシアにしろ一体どれほどの血が流れることになるのか、
その恐ろしい現実にプーチン大統領は思いを馳せてほしいと切に願うよ。それじゃあ今回はこの辺で。チャンネル登録してね。